こんにちは、みなん一周です。このチャンネルでは、火山博士が地球最新情報と元気をお届けします。さあ、今日のテーマ行きましょう。こちら、南海トラフですね。昨日、南海トラフの西にあります、ヒューガナダで、震度6弱の大地震が発生いたしましたが、この大地震について、視聴者様から、たくさんのご質問をいただいております。ありがとうございます。ヒューガナダの大地震の後、南海トラフ地震が来る確率は、どれぐらいですかということで、 これ多くの方が気に合っていらっしゃるかと思います。で、今日はですね、動画の結論からお話しさせていただきたいと思います。今後考えられることは大きく3つあります。まず一つ目は何も起きない。確率は最大で80%から90%。昨日と同じぐらいの地震が発生する。確率が10%から20%。南海トラフ巨大地震が発生する。確率が0.4%程度あります。 すなわち、この後南海トラフ巨大地震が発生する確率は0.4%ということになりまして、これは普段の約2倍の巨大地震が起こりやすくなっているということを意味します。今日の動画ではなぜそう言えるのかについて詳しくお話しさせていただきます。はい、というわけで皆様、今日もよろしくお願いいたします。まずは事件が起こりましたのは、西の島から北に894キロ行ったところにあります。 南海トラフと呼ばれている深さ約4000メートルの溝になります。ここでは過去何度も繰り返し巨大地震が発生してきた場所になります。南海トラフ巨大地震の発生の間隔、およそ90年から260年に1回繰り返し発生してまいりました。巨大地震が起こりますと、震度7が観測されます。震度7というのは耐震性の低い木造住宅が壊れ、山崩れが発生し、最悪の場合、 ポンズが蒸発する恐ろしい地震ですね。大地震が起こる場所はおおよそ東海エリアと赤色の南海エリアにそれぞれ分かれ、この2箇所でおおよそ大地震がギューッとね、発生するというものになります。地震の規模でございますが、最大でマグニチュード8.8程度が想定されているわけですね。どうしてここで大地震が起こるのかそれは大陸プレートがピョーンと 跳ね返ることによって巨大地震が発生するわけです。で、例えば過去の巨大地震を振り返ると、200年前に発生いたしました、1854年の安西の南海トラフ地震では、まず東海エリアで1854年にマグニチュード8.4の地震が起こりました。そしてこの地震から30時間後に、次はお隣の南海エリアでマグニチュード8.4の地震が起こったんですね。ということで、 1854年南海トラフ地震は2回の巨大地震が連続発生したというですね、まあ、とんでもない地震だったということになります。そして、この度ですね、この南海トラフで昨日大地震が起こってしまったということになりました。今回地震が起こったのは南海トラフの西にありますヒューガンなどで震度6弱の地震が発生したということになったわけですね。 ヒューガナダといえばですね、過去5年間では少なくとも300回以上の地震がブワッと発生する、非常に地震が活発な場所になります。そしてこちらが昨日の地震、16時43分頃に、ヒューガナダ地下25キロから35キロメートルでマグニチュード7.1、最大震度6弱の地震が発生し、およそ40年ぶりのマグニチュード7大地震がヒューガナダ南海トラフの西で発生したということになりました。 最大震度6弱というのは立つのが難しい、ポンズが粉声になってしまう恐ろしい地震であるということで、この地震によって被害も出ました。この地震を詳しく見てまいりますと、地震が起こりました場所は、このヒューガナの地下ですね、フィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込んでいる環境です。今回のヒューガナダの大地震は、フィリピン海プレートとユーラシアプレートのプレート境界で起こった地震となりまして、 南海トラフ地震と全く同じ場所で地震が起こった。すなわち南海トラフ地震と関連する地震であるということが考えられるわけです。地震のメカニズムはプレートが押されることによってずれ動く逆断層型の地震ですね。または大陸プレートがピョンと跳ね返ることによって発生するマグニチュード7の大地震だったということです。で、今回の地震ですね。マグニチュード7.1ということなんですけど、 このマグニチュードって何ですかって思われた方もいらっしゃると思います。このマグニチュードというのは地震の規模ということなんですけども、じゃあこれ、規模ってねよく聞くんですけど、どういう意味なんですかって思われた方いらっしゃると思います。これはですね、簡単にご説明いたしますと、マグニチュードというのは地震の身長、あるいはサイズのことを言うわけですね。皆さんイメージしていただきたいことがあります。例えば、アリですね。そして像。 アリというのはですね、小さいですね、非常に。一方で、ゾウというのはめちゃくちゃ大きい動物です。で、これと同じように、地震にもですね、大きさがあるんですよ、と。小さい、大きいがあると。で、これをえマグニチュードというわけですね。例えば、今回のヒューガンナ地震ですね。大陸プレートが跳ね返る地震です。で、地震が起きる場所を細かく見るとですね、こんな感じになっていて、大陸プレート、海洋プレートがあってですね、 で、この、え、このプレートの境界を境にですね、ずれ動くえ地震が発生したわけですね。まあ、こういった地震が発生しました。で、マグニチュードが小さい地震というのはですね、ちょっとだけしか地面が動かないんですね。こんな感じで動きます。で、マグニチュードが小さい地震、ちょっとしか動きませんので、あんまり揺れないわけですよ。一方で、マグニチュードが大きい地震というのは、めちゃくちゃ地面がギヤーッと動くわけです。そのために、 マグニチュードが大きい地震というのは少なからず強く揺れるということがあるわけですね。今回の地震のマグニチュードは7.1、震度6弱を伴いました。ここでマグニチュード7の地震のイメージについて見ていただきますと、マグニチュード7の地震というのはずれ動く場所が約22000メートルあります。この22000メートルの領域が約2、3メートルギャーッとね、ずれ動くわけです。 その結果え、今回地震が発生したわけですね。で、ひゅまあ、要はですね、このヒューガナダの海底が約3メートルずれ動いた地震だったわけです。3メートルも動いたので、最大震度6弱の強い地震が観測されたということになるわけですね。で、こちらが実際のずれ動いた場所になります。このオレンジ丸のあたりが最大で3メートル跳ね返りました。ずれ動きました。 結果、今回、震度6弱の地震が発生したということに繋がったわけですね。で、実は今回の地震ですが、詳しく調べてみると、大きく2つの前兆がありました。まず1つ目は、大地震がいつ起きてもおかしくない状況だったということ。2つ目が、 一週間から、三週間から一ヶ月ほど前にですね、活発な地震が発生していたということです。一つ見ていきましょう。まずは、大地震がいつ起きてもおかしくない状況だったということで、ヒューガナダは過去100年間で8回の大地震が発生しました。これは周期的にはおよそ10年から20年に一度大地震が発生する場所だったわけです。 そして最後の大地震から現在40年が経過していたということで、もうね、いつ大地震が起きてもおかしくない状況で、今回、昨日ですね、マグニチュード7.1の大地震が発生したということになります。そして全長その2ですが、3週間ほど前にですね、活発な地震が発生していたということです。こちら、7月17日から18日の日向ダの地震を映しております。 今回の地震とほぼ同じ場所でえ、3週間ほど前にですね、複数の地震がギャーッと発生しておりました。もしかしたらですね、この活発な地震がえ、今回の地震の前兆だったのかもしれませんけども、これをですね、前兆とみなすのはちょっと難しいですね。はい、これはあくまでも結果論ということで、え見ていただけたらなというふうに思います。 で、えー、現在の状況ですが、こちらが過去24時間で発生いたしました、ヒューガナダの地震活動を映しております。えー、現在もおびただしい数の余震がこのヒューガナダブワッとね、続いているということで、震度1以上の地震もこれまでに13回発生したということで、非常に地震活動がですね、活発な状態になっております。今後もお気をつけいただきたいと思います。 そして気になるのはやはり今後の予想ということで続きまして見ていきたいというふうに思います。今後考えられることは大きく4つあります。まず1つ目が何も起きない。8月8日と同じぐらいの大地震が発生する。8月8日よりちょっと大きな地震が発生する。南海トラフ巨大地震が発生するです。1つ見ていきましょう。まずは何も起きないということで、これは確率が高いです。非常に。 今回ですね、おびたやしカいの地震ギヤッと発生しておりますけども、この後ですね、さーっとね、地震が収まっていく可能性。これはですね、統計学的には90%から80%の確率で収まるということが考えられます。だからまあ、大体は収まるということが多いわけですね。そして考えられること、その2、8月8日と同じぐらいの地震が発生する。 これが確率が中ぐらいあります。え、このね、8月8日にマグニチュード7.1、震度6弱の地震が発生いたしましたが、これと全く同じぐらいのですね、マグニチュード7クラス地震がギヤッと発生する。これは確率的には20%から10%ぐらいの確率があります。なんで同じぐらいの地震の確率が10%から20%なのかって思われた方いらっしゃると思いますが、これは気象庁に資料によると、 大地震の後に同じぐらいの地震が発生した割合が20から10%あったという気象が記載があるからですね。ということでこういう風うな確率があるということです。これ逆に求めると地震が起きない確率は80から90%ということになるわけですね。 こちらが実際の気象庁の報道発表資料になります。で、この赤四角のところ読んでいただくと、10%から20%ですよということが書かれております。よければね、再生ボタンを止めて読んでみてください。ちなみに過去にはこういった事例があります。1996年ですね。 まず10月にマグニチュード6.9の震度5弱の大きめの地震、今回と同じぐらいの地震が発生いたしました。そしてこの地震からおよそ2ヶ月後の12月にマグニチュード6.7の地震が発生したということで、同じぐらいの地震が2回続いたということは少なからずあります。で、こういった可能性があるんで、今後もですね、お気をつけいただきたいと思います。さらに今後考えられることとして、8月8日より大きな地震が発生するということもえ考えられます。 例えばですね、1941年の事例ですね。まず11月14日に2回のマグニチュード5クラス地震が発生いたしました。そしてこの2回のマグニチュード5クラス地震の後、5日後にマグニチュード7.6の大地震が発生いたしました。マグニチュード7.6というと、野登半島地震と同じ規模の地震ですが、まあ、このような大地震が発生したこともあります。 ということで、まあこのように2回の地震の後に大きな地震がね、やってきたという事例がありますよということですね。で、まあこういったこともありますので気をつけましょうということです。 ちなみに、ヒューガナダ最大級の地震はですね、こちら1662年に発生いたしました。トントコロ地震と呼ばれているもので、推定されるマグニチュードが7.6から7.9の8クラスのですね、巨大地震が発生し、震度6強以上を観測したという、これですね、推測がなされている場所でもあります。このトントコロ地震ではですね、3000以上の家が津波でね、破壊、地震で破壊されて、5メートル程度の津波が発生して、 で、水没の被害もあったという記録も残っているようです。ということでね、えー、こういった大きな地震が発生しうる場所でございますから、えー、今回の地震の後ですね、ヒューガナダ単独でマグニチュード8クラス地震、えー、これはですね、全然あり得るということで、これも気をつけていただきたいと思います。で、もしヒューガナダ単独でマグニチュード8クラス地震が起こった場合は、宮崎を周辺で、えー、震度7の可能性があるのではないかということでございます。 で、今後考えられること、その4ですね。南海トラフ巨大地震が発生する。これは全体の中では確率が少ない、小さめです。はい。すなわちですね、今回ヒューガナダの地震が起こりましたけども、これね、過去の事例、ちょっとね、参考に見ていただくと、 1944年ですね、ヒューガナでマグニチュード7.6の地震が起こりましたが、この地震から、およそ3年後ですね、あ、これ1941年に失礼しました。1941年にヒューガナでマグニチュード7.6の地震が発生してから、3年後に、南海トラフ巨大地震がやってきたというですね、事例がありますね。はい。まあ、これと同じようなことがもしかしたら将来起こるかもしれないということですね。すなわち、えー、今回ですね、本日、本日、昨日、昨日 8月8日にマグニチュード7大地震が起こりましたが、この後、南海トラフ巨大地震が発生するというケース、この確率が0.4%ですよということです。なんで、確率、これ、南海トラフ巨大地震の確率が0.4%なのかというと、これもですね、気象庁の報道発表資料に載っているからですね。ある場所で、マグニチュード7地震が起こるのはですね、これ、 1904年から2014年の間には世界で1437件あるんですね。で、この1437件のうち、7日以内にマグニチュード7.8以上の巨大地震が発生した事例というのは6件あったんですよ。ということで、マグニチュード7.0の地震が起きた後にさらに大きな地震が来たのは6件だった。 だから、えー、これ、単純に確率を計算すると、1437分の6になりますので、確率は0.4%というふうに求めることができるわけですね。で、実際のこの気象庁報道発表資料にはですね、こちらから、えー、これ書かれておりますんでね、気になった方は、再生ボタン止めて読んでみてください。で、ここまで動画を見てですね、へ、巨大地震の確率はたったの0.4%かよ。 大したことねえじゃねえか。ここまで動画を見て損したぜってね、思われた奥さんもいらっしゃると思うんですね。ちょっと待ってくださいよこっからがねえ、重要であるということで。まあ、確かにこのね、確率0.4%ということで、なんかこう低いような感じがするんですけども、これはですね、なんと皆さん、普段に比べて確率が倍になっているということなんですね。 世界で起こりましたマグニチュード8以上の巨大地震え、過去100年でこれ80件ぐらいあるんですけども、えー、このある日ですね、マグニチュード8巨大地震が起こる確率ですね、これ単純に計算すると0.2%ぐらいあるんですね。ということ、世界のどっかでですね、0.2%の確率で巨大地震が起こるというのがこの地球なんですよ。で、この平常時がですね、巨大地震の確率が0.2%で、8月9日はですね、巨大地震の確率、今、 0.4%に上がっているということは、今の巨大死の確率は単純に2倍に上がっているということが考えられるわけですね。ということで気をつけましょうということです。で、注意点がちょっとあります。ここまでお話ししてきましたけども、今回具体的な確率を表示しましたが、この統計的で、統計学的なですね、データなんですが、残念ながら現時点で1000件ぐらいしかないんですね。 ということで、これは、統計学的に不十分なのではないかと思われますので、絶対ね、この数値だけをですね、うのみにしないでください。もしかしたらね、本当にね、起こるかもしれませんの、で大地震起こるかもしれませんので、うのみにはしないでいただきたいと。まあ、あくまでも参考程度に見ていただきたいと思います。で、実際にこの南海トラ地震が起きたらどこが揺れるかということで、昨日の動画では震度7が起こる場所ですね。 東海地方、紀伊半島、四国、そして宮崎をご紹介いたしました。そして関東もですね、震度6以上の可能性がありますよということでご紹介しておりましたが、より詳しいですね、揺れ方今日は解説したいと思います。この南海トラフ地震の揺れ方ですが、大きく2種類存在するわけです。まず一つ目が方栄地震タイプ、二つ目が安静の地震タイプですね。 まず、方映地震タイプというのは、こちらですね、図中の赤マークが入っているところ。これはですね、震度5以上が観測された場所なんですけども、方映地震タイプというのはえ、ご覧の通り、広い範囲で揺れるというタイプになっておりまして、えこのえ九州からですね、四国、紀伊半島え、東海地方にかけて、広い範囲で揺れるというえパターンになっております。はい、これが方映地震タイプ。 そして、安静地震タイプというのはですね、逆に、紀伊半島が揺れにくいというパターンになっております。さらに、九州もちょっと揺れづらいというふうなパターンになっているということですね。で、この南海トラフ地震というのはですね、全範囲が揺れる方栄地震タイプと、紀伊半島が揺れづらい安静地震タイプ。これが交互にやってくるということが、これね、過去の観測事例から考えられているわけですね。 で、前回の、えー、この昭和南海トラフ巨大地震をですね、実は広い範囲で揺れる、え、方栄地震タイプだったわけです。ということで、えー、これはですね、次の、えー、南海トラフというのはですね、もしかしたら、えー、この、紀伊半島が揺れにくい、安静地震タイプで、まあ、逆にですね、四国は強く揺れる可能性あります。四国とか東海地方ですね。または、えー、この大阪の周辺、強く揺れる可能性があるんじゃないかという、これは、 本当にこうなるかわかりませんが、過去のね、歴史を解くと、えこういう風なことが考えられますよということで、あくまでもこちらもですね、参考にしていただきたいと思います。今回は、次はね、もしかしたら紀伊半島も揺れるという可能性もありますんでね、そこはですね、あの、ご了承いただきたいなという風に思います。 で、ま、あこのようにですね、方映地震タイプと安静地震タイプが交互にやってくるということで、なんでこれあの2種類存在するんだって思われた方いらっしゃると思います。で、これについても解説するとですね、実は南海トラフ巨衛震が2種類ある理由は、地震が起こる場所が交互に変わるからなんですよ。 詳しく見ていきましょう。まず、え南海トラフ巨大地震はえ、このヒューガーナと同じ大陸プレートが跳ね返る地震です。で、プレートが跳ね返る場所はですね、おおよそざっくり見ると東海エリアと南海エリアにえ分かれ、分けられるんですけども、もっと細かく分けるとですねえ、これは大きく5つのエリアに分けられます。1、2、3、4、5ですね。で、 1>, 1番と2番は南海エリア。3番と4番は東南海エリア。そして5番は東海エリアという風うに言われております。で、南海トラフ地震というのはこの1から5のどこかで大地震が発生するというものになっているわけです。そしてこの全範囲が揺れる方影地震タイプというのはですね、実はこの1から4までが揺れるというパターンですね。1から4の広い範囲で一気に地震が起こります。 そのために、この四国からですね、東海地方の広い範囲にかけて、震度5以上強く揺れるというですね、パターンになっているわけです。一方で、安静地震タイプというのはですね、この5つのゾーンのうち、この3ですね、東南海エリアの3、ここだけが揺れないで、1、2、4、5が揺れるというパターンになっております。で、ここがね、揺れないんですね。この真ん中のところが。なので、 え、キー半島の揺れがですね、弱めになるというですね、え、パターンになるということですね。はい。で、ま、あこれが交互にやってくると。なぜかはわからないけど、交互にやってくるということが検討されております。で、これは次はどうなるかわかりませんが、そういったこともあるということでですね、見ていただきたいと思います。で、南海トラクですね、最大規模の地震でございますけども、 これはシミュレーションすると、最大でマグニチュード8.8程度の地震が発生する恐れがあるということです。で、マグニチュード8.8の条件といたしましては、安静地震と宝永地震タイプですね、今日ご紹介しましたけど、これが同時に発生するというパターンですね。はい。この 2, 2つのですね、パターンね、ご紹介しましたが、交互にやってくるということですけども、これ交互にやってくることもあるんですが、実は同時発生もあり得るんですよということです。 はい、この1,2,3,4,5ですね。この5つのゾーンが一気に跳ね返ると、え、理論、このシミュレーションするとマグニチュード8.8の地震が起きますよということになっておりますということです。ということで気をつけましょうと。 で、このね、もし、この全部が跳ね返った場合はですね、これ間違いなく、この東海地方、紀伊半島、四国、宮崎のシミュレーション通りに全部、震度7が観測されてしまうということが起こってしまうだろうと。さらに、関東もですね、震度6以上になるだろうということが予想されますね。 で、もう一つやっぱり気をつけないといけないのが、え、津波です。え、最短5分以内でね、津波が到達しますよということで、静岡なんてね、2分で津波がやってくるということで、え、この南海トラフ地震はですね、やっぱり起きてからでは全く遅いです。0.4%今確率ありますが、これは油断しないでください。もう来ては、来てからでは遅いですから、やっぱり自分の住む地域はですね、津波が何分で来るか、 今ですね、確かめる必要があるということです。で、東日本大震災でも津波で多くの犠牲者を出してしまいました。なので、津波はですね、絶対に対策しないといけないと。揺れも対策しないといけませんが、津波は絶対に対策しないといけないということがですね、やっぱりわかります。東日本大震災の事例がありますんでね。ということで、え南海トラフ地震はいつ起きてもおかしくありません。備えを始めましょうということですね。で、 今日一番言いたかった声、何かと言いますと。え今日はこのヒューガナダのですね、震度6弱昨日起こりましたが、今後どうなるかについて、詳しく解説いたしました。まずですね、おびた正しい数の地震が発生しておりますけども、この後ですね、さーっと収まる可能性。これは90%から80%。ほとんどが収まるという可能性が高いです。で、またはですね、 この昨日と同じぐらいの地震が発生する。これは20から10%ぐらいありますよということです。そして、このヒューガナダの地震の後に、この後、南海トラフ巨大地震がやってくる確率は0.4%ですよということです。ということで、南海トラフ巨大地震かる確率は低めと、少ないということです。ところがですね、これは平常時の2倍に上がってるんだということで、 え、これは全く油断はできませんということで気をつけていきましょうということでございました。ということで正しく恐れて備えてまいりましょうということでございました。ということで今日の問題です。この後南海トラック地震が起きる確率は何か、80%、20%、0.4%、宇宙のパワーサットでしょうかということでコメント欄に書いて挑戦してみてください。正解した方にはハートマークをつけたいと思います。ほい。 以上が今日の放送になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも自信や火山最新情報と元気をお届けしていきたいと思いますので、ツイートもチャンネルと高評価よろしくお願いいたします。3D メテミネスミチケイヌフスリーウィティシビシューフイッセナセナセナーありがとうございました。